はい。じゃあ明日に向けて笹を出すのとついでに倉庫内の整理ですね任せてください町内会の皆様には私たちもいつもお世話になってるのでこれくらいお安いご用ですよはい終わり次第伝えますのでそれでは行ったかなよしそれじゃあ頑張ろっか主にあんたが。 ええー、だって私力ないし。はあ幼なじみとはいえ女の子だよ。嘘でも可愛いって言えよ。何がないわよ。何がないのか言ってみなさいよ。ほらほら。<laughs> 雑魚。相変わらず脇腹弱いね。やめないよ。せっかく久しぶりに会ったんだから満足するまでいじり倒してやる。ほらほら、ズンズン。 <laughs> 面白いそんなに動くと危ないあっあっちゃ言わんこっちゃないってあれ何それあそこの棚から落ちてきたけど嫌よなんか変なものでも入ってたらどうするのよあんた開けてみなさいよほら早く。 ねえ何が入ってたの短冊去年までのまとめて保管してたんだあそれあんたのもあるじゃない小学生の時のやつねかっこいいヒーローになれますようにだってかわいいですね他にもっとないのいいじゃない幼なじみなんだし照れんなよ きヘり。<laughs> あんたは毎年どんなことをお願いしてたのかな足が速くなりますようにあと頭もよくなりますようにって欲張り2つもお願い事しちゃって他には「北馬の王子様になれますように」これは何でこんなのになりたがってたのよウケる他にはって。 たたったこれだけそういえばあんたって中学生くらいから子供っぽいからって町内会の七夕た祭り来なくなってたわねそれまでは毎年私と言ってたのにせっかくあんたの幼稚なお願いたくさんいじれると思ったのになんか残念残りも毎年毎年何とかになれますようにってやつばっかだしは 何そんなに怒ってるの本当のことじゃん仕返しやれるもんならやってみなさいよってそれ私の短冊 <laughs> 待ってそれだけはダメ本当に待って <laughs> 待ってくれるのえ自分で読めってそんなことするわけないじゃない じゃあ読むって分かったわよ。あんたにまじまじと見られるくらいなら自分から読んだ方がマシよ。<laughs> 幼なじみの彼が私のこと好きになってくれますように彼から告白してくれますように幼なじみの彼の彼女になれますように。 七夕祭り来なくなっちゃった彼がまた来るようになれますようにどうしても彼の前だと素直になれないところが治りますように来年こそ一緒に七夕祭りに行こうって自分から誘えますように最近会うことすら減っちゃった彼とまた仲良くなれますように。 これで満足うるさい何も言うなバカ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 抱きしめんなうるさい気づくのが遅いんだよお互い様それはどういうこれあんたが小さい頃から書いてたやつ 全部私がその時好きだったタイプの男の子それにこれは中学生以降の短冊あんた毎年来てたの恥ずかしくて時間ずらしてたってバカじゃないのしかも内容こ,これも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 どれも私のことばっかりあんたもあんたじゃない。 本当にバカうるさい許してほしいならもっと強く抱きしめてそうそれでいい何もちろんいいに決まってるでしょほんとうちの彦星はどんだけ待たせるのよ こっちがその言葉をどんだけ待ったと思ってんのようんけど彦星と織姫みたいにもう話したりしないからまずは明日の初デート久しぶりの2人での七夕祭り問題ないわよね